続いては特捜9チームです。今回のテーマはこちら、住宅街の謎の建物、その正体は。ちょっとびっくりするような建物の秘密を探ってきました。その建物があるのは福岡市中央区。マンションが立ち並ぶ住宅街の一角に突如現れたのは、ツタの海に飲まれたような驚きの建物。これって一体？とりあえず町の人に聞き込み。ちょっと何の建物か分かる？教会。あれ？よくなんか音楽とかも聞こえてきてたからですね、教会なんだなと思って。あっさり疑問解決？特捜9チーム、これでは捜査したことにならない。何か気になりませんか、この建物。すごい、ツタがいっぱいあって、すごいですね、ツタが。ツタっていうか、ツタでしたね。そこで改めて、今回の特捜9チームは、住宅街の境界、ツタで覆われたのはいつから？福岡市中央区ケゴ、ビルの谷間に佇む福岡ケゴ教会。ツタに覆われた建物が特徴的ですが、実はプロテスタントの教会では県内で最も古いと言われています。牧師の西岡さんに話を聞きました。教会が設立されたのが1885年ですから、137年の歴史になりますね。伝道開始したのはそれよりも6年前でして、1879年なんですね。でそれは福岡ではですね、プロテスタントの伝道としてはやっぱ一番早かったということになると思います。西岡さんが福岡ケゴ教会の14代目牧師として赴任してきたのは10年前。私ここに赴任したのは10年前なんですけども、もうその頃には今と同じように夏になるとうっそうとですね、ツタの葉が、はい、茂るという感じですね、はい、一体このツタはいつから教会を覆っているのか。その手がかりとなりそうな写真がこれですね、はい、そこに写っていた今からは想像できない教会の姿とは。ビルの谷間に佇むツタに覆われた福岡ケゴ教会。一体いつからこの姿になったのか。その謎を解く一枚の写真。これですね、はい、古い、もうツタがまだ覆ってない時代の、はい、建物が建って直後ぐらいですね。そこに写っていたのはツタのないさっぱりとした教会の姿。今の姿とは随分と違います。昭和4年5月となってますから、29年経って前、まだ1年かそこらということになると思います。ツタのない教会の姿を残す唯一の写真。綺麗な外壁が姿を現しています。一体いつからツタが茂り始めたのでしょうか。戦前ぐらいからというふうに聞いてますけどもね、私も詳しいことは、はい、よくわからないんですけどもね。60年前から教会に通う大学の先生も。私が来た時にはもうすでにツタありました。やはりいつからツタが茂り始めたのか断定することはできませんでした。今や教会のシンボルになっているこのツタですが、一度とんでもない危機に瀕したことがあったといいます。牧師がツタが売ってほしいと言って全部切っちゃったことがあるんですけども、しかし不思議なことにやっぱり生命力が強いものですから、また生き返りましたね、今の状態になってます。そんなツタだらけの教会ですが、実は2006年に福岡市都市景観賞を受賞しているんです。福岡で最初に作られたブロック建築の建物だと思いますね。でそのブロックもちょっとかなり独特のブロックの建築で、まあ、全国に施設があるんですが、今残っているものはこことあと何箇所ぐらいしかないという、そういうブロック建築の建物です。教会の自慢は他にもあります。大正15年に製造され、ずっと演奏され続けてきた年代物のオルガンです。その音色は
教会のツタと同じように長年にわたって訪れる人々を優しく包み込んでいたことでしょう。はい、ということでいつから教会にツタが茂り始めたのかという正確なところは分からずじまいということでした。ただこのツタも教会の歴史を伝える貴重なものになってますね、うん、そうですね。これね結構室内涼しいんじゃないかな。あのツタで覆われてね、緑のカーテンで、そう 今風に言うとエコだと思います。ああ、うん、そうですね。谷口さんもあの家の近くで通ったことあるって言って、今度あ見たことあるっておっしゃってました。